国で指示した後、ドイツに渡って、ブレーメン音楽大学にて、ヨンギー・パクパーンに指示した。しかし、本人が、カタログに載せるプロフィールには、ヘルマン・マルクスプレスルに指示したこと以外の表記を、認めていない。バンデルバイザー学派に加入後、即脱退。現在は、ほとんど何も聞こえない空間の創造に着手しており、竹尾国際作曲ワークショップで、 日本初演された黄金の獣においてもポリ袋を擦り続ける音とビオラのかすれた持続音以外はほとんど聞こえない。私的に来日したり、日本語をそのままタイトルに用いるなど、新日課でもある。聖弱でも、かすれた持続音とコマの後ろのピチカート以外の素材はほとんどなく、また極めて持続時間が長い。 ヨーロッパの調律の歴史などについての著作も出版されている。2003年のスモール・ライフ・トランジション以降はそれまで厳格に禁じてきたオクターブや伝統的歌唱なども復活しており2006年のミサベ・アチ・パウパーズ・スピリットでは静かに聞こえる程度にまで音量が回復している。これも CD は大きすぎと言って 音量の大きな表現を作品リスト開始後厳格に禁じているが、教会の反響条件は変わらないため微弱音のストレスは残響の多い場所ではあまり感じられない。自動合唱とオーケストラのための赤い鏡では、バロックの伝統的な火星振興や通奏低音をそのまま使うなど、既成の音楽文化との合体を試みている。ラング本人は、 大変物静かな性格だが、音楽に臨む態度は、同世代の中でも、極めて厳格であり、不明瞭な声部接合が一切使われることはない。音量の大きさではなく、表現に加わる人数の多さを重視しており、K2 変役では、同じ6連ダウンを鳴らす奏者の数の多さで抑揚を、表現する箇所がある。この作風は主にヨーロッパで絶賛され、エディション RZ、 コル、レニョ、トリアンの3つのレーベルから CD がリリースされた。近年では、レンガ・オペラプロジェクト、コマンダー・小林にも参加するなど、その活動領域を広げている。2005年まで、ドイツ在住。2006年以降、グラーツ音楽大学の作曲家教授を務めている。37歳で、ダルムシュタット歌現代音楽講習会2008の講師に抜擢。 彼のレッスンを取る、受講生は少なかったが、熱心なファンが彼のもとに集った。現在もチャイトベルトリエーブから年10作ペースで、新曲を書き下ろす。ありがとうございます。